ピエロディ・コジモの絵画、ラピテス族とケンタウロスの戦いに描かれたヒュロノメイとヒュラロス。ヒュロノメイは、ギリシア神話の登場するケンタウレである。長母音を省略してヒュロノメとも表記される。オイデウスの変身物語巻12で語られている、ラピテス族の王、ペリトスとヒッポダメイアの結婚式で起きた、ラピテス族とケンタウロス族との戦いのエピソードに登場する。 テッサリア地方のケンタウレの間でも、ヒュロノメイほど美しい女性はおらず、同じく美貌で知られたケンタウロスであるキュラロスの心を、艶やかな物腰と愛の告白でつかんで結ばれた。ヒュロノメイは、犯人半馬の姿にできるだけの身だしなみに気を使い、常にその毛並みを整えて、ローズマリーや、バラやスミレで編んだ花輪を首にかけたり、時には白いユリの花を刺したりした。また、 山の頂から湧き出した泉で1日に2回以下を洗ったり水浴びをしていた。キュラロスとは互いに愛し合っており、一緒に山屋をかけたり、洞窟で体を休めたりしており、戦いのきっかけとなったペイリトースとヒッポダメアの結婚式にも一緒に参列していた。キュラロスとヒョロの命も戦いに巻き込まれたが、その最中に飛んできた槍がキュラロスの首と胸の間に刺さって、 心臓をかすった。すぐにキュラロスの体は冷たくなっていき、それを見たヒョロの命は彼の体を抱きしめて傷口を手で塞いだり、口づけをして何とか魂が体から抜けるのを止めようとしたが、それが無理だと悟ると絶叫しながら夫の命を奪った槍先にうつ伏せになると槍に己の体を貫かせキュラロスの体を抱きしめながら死んだという。ありがとうございます。